こんにちは、翔太です。今回なんですけど、今ですね、サマーイベントでですね、雑貨ショップの更新回数が10回増えていると思うんですけど、そうなってくるとですね、私もちょっと減ってきたところはあるんですけど、銀貨ですね。こちらのですね、枚数といった方がいいんですかね。銀貨の枚数がですね、徐々に減ってきてですね、あんまりこの更新回数増えたことを活かせない方、銀貨交換できない方ですね、増えてきたんじゃないかなというふうに思いますんで、銀貨足りてますかっていうテーマで、無課金の方でもですね、できる銀貨のですね、おすすめの取得方法3選についてまとめてきたので、そちらについて話していこうかと思います。課金されてる方も含めるとですね、他にもいろいろ銀貨を獲得する方法というのはあるんですけど、基本的にはですね、そこまでカバーしなくてもいいかなと思いましたので、無課金でもできる、方法について話していこうと思います。まずは目次になります。先にですね、どういった内容なのかっていうのを言っていくと、装備分解ですね、で獲得するっていう方法で、新書交換によって獲得する方法が、新書交換券を用いてする方法と、紅翡翠を用いてする方法、2種類ありますんで、それについて話して、最後にまとめを話していこうと思います。この時点でもうやり方分かった方はですね、ブラザーバックしてもらっても大丈夫です。まずはですね、装備分解となります。私のこれ、あまり課金していないようなボックスにはなるんですけど、毎日ですね、デイリーで、ガチャとかは引いているようなものになるんですけど、王者セットの宝箱であったりですね、なんか昔に使っていた、豪遊セットとか、蒼天セットとか、名勝セットとかですね、終焉セットとか、陶器神セットは、やらなくてもいいかなと思ってるんですけど、こういったですね、ガチャで手に入るようなですね、セット装備の、アイテムっていうのがかなり溜まってんじゃないかなというふうに思います。毎日無料ガチャを引いていると知らないうちにですね、装備セット宝箱、増えていると思います。私もですね、特に王者にはなるんですけど、1200個近いですね、王者セットそれぞれ、宝箱手に入れることができていると。で、これですね、開けるとですね、かなりめんどくさいんですけど、一つずつですね、かけらに交換すると、ちょっとこれめんどくさいですけど、例えば私であれば王者の星の宝箱1224個ありますけど、1224回ですね、プラスボタンを押して、まずはですね、そちらをかけらに変換すると、王者の装備のかけらにですね、何でもいいんで変換すると。で、そこからですね、セットかけらの画面に移ってもらってですね、一つずつですね、銀貨に変えていくと。これは10個ずつ変えれますけど。結構これ大変な作業になります。で、陶器神よりですね、下ですね、のランク帯っていうのはですね、最終的に使わなくなるので、全部変えて OK かなと思います。最終的に、レベル100以降で使ってくる装備っていうのは、陶器神と、王者セット、この中だと、この2つなのかなというふうに思いますんで、実月も使えますけど、基本的にはですね、全部変えて OK かなというふうに思います。で、王者はですね、副将ですね、サブの使っていない副将すべてにですね、王者装備、装備している方とかはですね、意外とこの王者の宝箱も足りなくなるっていう方いるかなと思うんですけど、私もメインではちょっと足りなくなったりとかしましたけど、こちらに関しては、無課金、微課金の方は特にですね、そこまでしないというふうに思いますので、こちら、私であれば今1224個と1150個ありますけど、どうせ増えていくようなものになりますので、今のこの銀貨のイベントですね、雑貨屋更新イベント来ているタイミングで一旦全部変えていいと思います。で、どれぐらいの量、銀貨の量になるかというと、こちらですね、宝箱1つにつき30傷銀貨ですね、手に入れることができます。なんで私で言うと、合計2400個ぐらいあるので、7万2000銀貨ですね、ここで手に入れることができるんで、当面大丈夫だろうっていうのが大体想像できます。基本的にはですね、微課金、無課金の方に関しては、まずはこの装備分解を優先してほしいかと思います。特に王者ですね。あとは、ちょっと終焉とか名称とか、この辺はですね、引けるガチャの回数に制限があるんで、やっぱり王者が一番多くなってるんじゃないかなというふうには思いますんで、個人的にはですね、王者セット一旦すべて交換してしまってもいいのかなというふうに思っています。ちょっと一回ですね、ボックス見てもらって、ここの個数見てもらいたいなと思います。
で、ここからはですね、新商交換についての話になっていきます。まずは新商交換券についてですね。この新商交換券、まあ、SSR のキャラクターコンプしていたりですね、まあ、ここに、まあ、あまり並ばないキャラクターだけしか持ってないっていうような状態であればですね、新商交換券余ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとこれはですね、やっている期間の長さとかにもよってくるんで、余ってないのであればここは無視してもらってもいいんですけど、まあ、余っているのであればですね、使っていただくといいと思います。高級ガチャとハッピーギフトですね。まあ、ハッピーギフトっていうのはちょっと課金アイテムとなりますんで、まあ、基本的にはですね、高級ガチャとか、まあ、もろもろのイベントでですね、確保することができるんじゃないかなと思います。新商交換券を利用するとですね、毎月の SSR の無料副賞であったり、常設されている SR とか、あの R のですね、副賞をですね、獲得することが可能となっている。で、SR と R ですね、まあ、もしくはに今のタイミングで取り忘れている方が いればですね、取っていただくといいと思います。キャラ別の銀貨についてになるんですけど、まあ、並んでいる副賞としては SSR のキャラクターで、 SR のキャラクターと R のキャラクターですね、調整祭と高月になります。で、銀貨だけで見るとですね、何がいいかというと、 SR の副賞たちをですね、交換するっていうのが一番いいです。SR の副賞何体か並んでいるんですけど、新商交換の、新商交換券の使用数2枚となっていて、その中で獲得できる絆が 5絆となっています。で、1絆ですね、5銀貨となりますんで、25銀貨手に入れることができるんですね。で、新商交換券1枚あたりで割り返すと 12.5 銀貨手に入れることができます。これはですね、他の SSR のキャラクターとかよりもですね、効率がいいものとなっておりますので、基本的には SR のキャラクターで銀貨を確保していくっていうのがおすすめです。合計400、1体あたり400手に入れることができて、あの、毎日ですね、こちらの交換回数っていうのはリセットされるはずなので、 SR のキャラクターをですね、毎日新商交換券で交換していくと銀貨が溜まっていくというふうなものになります。で、最後にですね、紅翡翠の交換となります。まあ、ただ最初に言っておくと、基本的にはおすすめしません。というのもですね、まあ、先に言っておくと、あの、今回みたいにですね、たまに UR のキャラクターここに並ぶんですね。で、UR のキャラクター取ろうと思うと、紅翡翠300個必要になってきます。まあ、なので300の倍数ですね、残しておくっていうのが非常に重要になってくるんですね。まあ、300とか600ぐらいはですね、最低限残した状態でここの紅翡翠に関しては運用した方がいいと思うので、まあ、UR と SSR のキャラクターですね、全員持っている方であればゼロにしちゃってもいいと思うんですけど、まあ、UR まだ取ってないキャラいるとか、まあ、そんな方が大体だと思いますので、ここに関してはですね、まあ、使わないのがおすすめです。で、使うとですね、1つあたり SSR の絆5つ手に入れることができるので、銀貨も50枚手に入れることができます。まあ、やっぱりですね、装備が一番ですね、銀貨一気に確保できるソースとなるかなというふうに思いますので、個人的には、まあ、装備分解を優先してもらうのがいいのかと思います。最後にまとめです。まずはですね、装備分解を行って銀貨の回収っていうのをしてもらうと一番いいのかと思います。で、余っている新商交換券がある方はですね、 SR の副賞交換に使うことで銀貨に変えることができます。毎日リセットされるので非常におすすめです。紅翡翠もですね、一気に、銀貨確保できるような手段にはなるんですけど、まあ、基本的にはおすすめではないかなというふうには思います。まあ、UR のキャラクターと SSR のキャラクター全員持っている方であればやってもらっても結構です。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。